皆さんこんにちは、カジャクティーのティーナです。今日は私の大好きなゲストがいます。すいません皆さん、また私をこちらのチャンネルに邪魔させていただきます。はい、こんにちは、ラナです。イエーイ。今日は私たちは2人、日本にしか住めない大きな理由についてお話ししたいと思います。私たちは日本食が大好きで日本にしか住めないのです。今回はラナちゃんの好きな日本食を5選を選んで皆さんの前に、食べて紹介したいと思います。はい、お父様、実は好きだけではなく、よく食べるっていう感じです。もう大好きでよく食べます。ラナちゃんはすごい日本料理詳しいよね。めっちゃ詳しい。あと日本酒、お酒の方が詳しいかな、よりよりかは。じゃあ早速本題に参りましょう。じゃあラナちゃんの5位。5位はね、第5。これはね、最近私の動画を見てる方だと絶対分かってると思うんですけど、最近はね、もう本当になんかハマっちゃったっていうか、もう結構食べる頻度がめちゃくちゃ高くなっちゃって、焼き鳥です。あー、はい、焼き鳥です。そう、私も焼き鳥大好きです。それ前ね、ヘルシーだし、あとすごいタンパク質がいっぱい入ってて、なんかあと食べるのが楽っていう。あー、まあ、確かにそうだね、あと食べ歩きもできるし。ラナちゃん、この焼き鳥の中でここ結構いろいろ入ってて、どっちが好き？ネギマ。あ、ネギマはもちろん定番なんだけど、はい、つくねとかすごい好きだし、あとささみのちょい焼きが一番好きです。だから外側が硬くて中は柔らかくて、半生のささみにわさびをつけて食べるのはもう本当にもうさっつくねもすごい好き。つくねもめっちゃ好き。あとネギマが好き。ネギマもいいね。じゃあどっちから？ネギマです。だから あれ寿司止めたかった。いや私はツクネを取ろうと思った。私ツクネが一番好き。よし、ネギマだね。ネギマも美味しいな。いや、美味しい美味しい。いただきます。美味しい。うまっ。あとさ、味付けなんだけど、自分の中でもさ、ちょっとこだわりいろいろあって、つくねだったらタレが一番好きなんだけど、ネギマとかはこうもも肉とかはやっぱ塩焼きがすごいうまいと感じます。で、ささみだったらわさびとか。私はできた。自分による。じゃあ次、ラナちゃんの好きな和食4です。4位はね、私はね、ロシア人としてはじゃがいも好きなんだよ。あ、でもそれ分かるでしょ。そのロシアはじゃがいもめっちゃ食べる。じゃがいも結構食べて、でもさ、日本でこう和食でもじゃがいもを使ってる料理があるじゃん。あるね、ある。あればね、フライドポテト、ま、和食、さ、それは和食じゃないと思う。和食じゃないと思うけどさ、あれはさ、もう本当にじゃがりこか。じゃがりこ和食じゃん。まあまあ、いや、じゃがりこ和食？じゃがりこ、ちょっと違う。違うか。いや、なんでしょうね。なに？絶対わかるでしょ。ポテトを使った。ポテトを使った和食で、結構、なんだろう、うまい。わかっちゃった。絶対わかる。わかっちゃった。肉じゃがです。肉じゃがって結構ロシア人は口に合うよね。合うよね、やっぱじゃがいも好きだしさ、あとね、この甘みもあって、あ、なんかそう、この特別な味がするよね。あとさ、もう家庭料理としては結構定番のもの。うん、じゃあどうぞ、お母ちゃん。肉じゃが、肉じゃがね、結構ロシアと日本のポテトは違うよ。違うよね。違うよね。うん、日本のポテトの方がみずみずしい。ロシアのポテトの方がしっとり。結構そう、硬いよね、確かに、しっとりしてる。へえ。なんででしょう。皆さん分かっている方がいらっしゃったら教えてください。
じゃあいただきます。美味しそう。いや、うまい。肉じゃががいいね。それは絶対間違いない。うん、本当に毎日食べたくなるぐらいの。これ出汁が美味しい。うまいね。うん、止まらない。そう、箸が止まらないね。次、ナンバー3、ラナちゃんの好きな日本食。次はね、一品料理で結構出してる店が多くて、結構ラナちゃんが好きだよね。この間も一緒になんかスーパー行って買い物した時に、だよね。でも私もなんか意外と好きになった、その料理は。ちょっと独特だよね。そうそう。あとさ、私も正直言って言えば、子供の頃はね、レイバー嫌いだった。言っちゃったね、レイバー料理です。ああ、ヒント。私も子供の時、めっちゃ嫌いだったけど、大人になってから大人になったか。あと日本に来てから、レバーの焼き鳥とかもあるじゃん。あ、そうそうそう。それ結構美味しい。なんかもう、とん切ってる感じがいいよ、ね。だからこれもレバー料理です。皆さん、レバー料理の一品の料理ですよね。何だと思いますか？せーの、ただなレバニラでーす。レバニラでございます。そう、これは結構頼むやな、私は。だってめっちゃヘルシーじゃん。まあね、そうそうそう、タンパク質も入ってるし、で肉よりかはカロリーが少ないなはず。あと鉄分がいっぱい入ってるね。女性にとってはすごい重要。いただきます。でもこれはバルキですね。どうなんでしょう。やばい。おいしい。やばい。いや、マジでうまい、これ。しかも食感もすごい好き。食感はなんかクリーミーな感じがする。そうそうそう。でもさ、なんか焼き鳥でレバー頼むとかなり溶ける感じなんだけど、これで食べるとクリーミーだけど、しっかり食べ応えもある。そう、居酒屋のメニューにあったら結構頼んだりしちゃう。じゃあラナちゃんの大好きな日本食ナンバー3。ナンバー2ですすいませんじゃあラナちゃんはどういうものでしょうか。はい、これはね、私あったら必ず頼むものです。もう本当に大好きすぎてたまらない。で、お酒とよく合うし、でこれを食べると、もうお前はおっさんだねってよく言われるで、マヨネーズをつけるとさらに美味しくなるやつです。あと七味かけたりとかすると、もう本当に、で普通にまあコンビニでおつまみとしても売ってるし、居酒屋でもよくあるし。でも日本でしか食べないものよね。あんまり他の国では食べない。他の国でもあるけど、調理方法は違うだと思う。じゃあ皆さん何だと思いますか。ちなみにこれは海鮮です。海鮮です。せーの、サラちゃんは教えてくださいよ。この中に入れますよ。イエース。ああ。私は本当に大好き。もうやばい。そういうことですね。じゃじゃー、皆さん。これはね、はい、イカでーす。そうなんだよね。あ、こういうパッケージすごい。そうそうそう。めっちゃいい。セブンのつまみパッケージは全部これ。すごい、これすごく便利。知らなかった。これも前はセブンにあったけど、これの、あ、いい匂いする。一味じゃない、七味炒めで、だからもうちょっとピリッとしていて、でそれにプラスマヨネーズ足すと、もうマヨネーズはやっぱりロシア人ですねいや違う、いやこれは本当にマヨネーズと一緒に食べた方がうまい。これつけて食べて、ね、美味しそう。いや美味しい美味しい。でこれ食べてから必ずビール一口を飲むと、このお酒と相性を分かる。皆さん、いかがいかがですか好きな方いらっしゃいますか。いや、いるでしょう。それは好きじゃない人間は私想像できないもん。え、たこ焼きはどう。たこ焼き、たこ焼きもいい子じゃないでしょ。あ大丈夫さあ、とさ、たまに祭りの時に売ってるのもういいかの、そのままの、まあ、串に刺して丸焼きとかです。あれもすごい好き。 あとさ、まあ、居酒屋もあるなんだけど、こうもう丸ごといくを焼いて、こう切って、こう丸くなってるやつとか。
そうだからこうもう居酒屋料理としてはもう一貫はもう本当に最高。あれさ、なんか乾燥したスーパーで、スーパーとかコンビニで売ってる乾燥したイカは好き？あれも好き、あれも好きだけどこっちの方が好き。あ、こっちの方が美味しい、うん、あれはなんか手軽に食べれるから便利だね。そう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 、ロシアもイカを食べるよね、ビルのおつまみ。あ、そうそうそう、食べる食べる食べる、乾燥したやつ。あ、そう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 、こういうのはあん全然ない。いただきます。もう目の前にあるのに食べれないのは何だもん、マジで。じゃ、いや、これはもう本当にうまい。しかもこれさ、ちょっと燻製したやつ、うん、だからさらにうまい。もうこれは一番最高のお酒のおつまみでございます。うん、うわ、ビルと一緒に食べてみよう、本当に。じゃあトップに参りました。トップまで行きましたね。ね、ヤラナちゃんの一番大好きな日本料理です。結構高級な料理なんですけど。高級だね。あとさ、日本しか食べられない、もう本当に、もう本当に本当に、あの本格的なやつはそう日本しかない。もうあの海外だとあんまりなんか抵抗があって、やっぱ食べるのは怖いって言ってる人も多い。そう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 、まあ、これ日本はそれっていう感じ。そうだよね、お寿司ではないですよ。じゃあ日本のお刺身です。お刺身は、日本といえばお寿司とお刺身ですね。本当にお刺身と日本酒が私の一番好きな、なんだろう、組み合わせ、うん、日本に来る外国人はもう絶対これを食べる。いや、もう当たり前じゃん、だって本場でしか食べれないじゃん、うん、ランナちゃんはサビ、うん、たくさん好き、たくさん好き。私も好き。はい、本マグロとサーモンです。もう日本はね、本当にこう新鮮な魚をいつでもどこでも食べれるのは素晴らしい、最高、すごい日本のめっちゃいいところだと思うんですけど、うん、でちなみに刺身といえば、あの食べる順番が一応あるんですが、油が少ないものから食べます。どうぞ。じゃあいただきます。どう？うまい。やっぱもう刺身はやっぱもう本当に一番。なんか日本って本当にすごいのは、スーパーでもめちゃくちゃうまい刺身を。そう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 。買える。そう。しかもいい時間に来るとさらに割引になったりとか。うん、これすごい美味しい。美味しいでしょ。ガリもめっちゃ食べるよね。うん。うまい。さ、大体ね、お寿司とお刺身って、まあ、どっちも好きなんだけど、なぜお刺身の方が好きっていうのは、お刺身の方が魚の味、うん、しっかり分かると思う、お寿司よりかは。あとさ、お寿司食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃうから、うやっぱね、いろいろ食べたいであれば刺身の方がいいと思う。まあ、私は大体いつもお寿司食べるんだけど、お腹いっぱいになるんで。サーモンすごい美味しそう。そのサーモンがいいでしょ。外国人はみんなすごいサーモンが好きだよね。でも生で食べる人は少なくない？まあ日本に住んでる人たちだったらみんな食べる。日本に住んでる人たち。ね。でもロシアで生サーモンは絶対私食べなくて美味しい。でしょ？うん。じゃあ皆さんいかがでしたか？意外なものがあったんでしょうかね。続きの動画はラナちゃんのチャンネルでやりますので、もしよかったら、ぜひ見てください。あとラナちゃんは結構居酒屋の動画とか、その食べ物系の動画、日本酒の動画がありますので、そちらもぜひ見てください。まだ知らない方がいらっしゃったら、はい、ぜひ私のチャンネルでお待ちしてます。じゃあチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。バイバイ。じゃねー。